水、岡俊一は、日本の政治家。立憲民主党所属の参議院議員、会派、立憲民主、社民議員会長。内閣総理大臣補佐官、参議院内閣委員長などを務めた。日教祖組織内議員。兵庫県木の関郡竹野町に生まれる。成果は、布団の打ち直しを営んでいた。父親は、養子で教員をしていた。10歳の時に、 旧豊岡市に転居。豊岡市立豊岡小学校、豊岡市立豊岡南中学校、兵庫県立豊岡高等学校、奈良教育大学教育学部特別理科、教員養成課程卒業。後に、地方公務員となり、三木市で中学校教職に就いた後、ニューデリー日本人学校の勤務を経て、兵庫県教職員組合東湾地区専従役員。 兵庫県教職員組合執行委員、兵庫県学校構生会、2000年に、兵庫教育文化研究所事務局長、2002年4月から、兵庫県教職員組合本部所記事長、兵庫教育文化研究所副所長を務める。2011年9月5日、野田内閣の内閣総理大臣補佐官事例交付後の、記念撮影にて2004年、日教祖組織内議員だった。 元岡うかが引退するため、その後継として、第20回参議院議員通常選挙に、民主党公認、日教組推選で、兵庫県選挙区から出馬し、得票数トップで、初当選。2010年の第22回参議院議員通常、選挙では、得票数では自由民主党の末松信介を、下回るも、2位で再選。2011年、野田内閣で、 内閣総理大臣補佐官に任命され、野田第二次改造内閣まで務める。2013年10月、民主党が少数に転じた参議院の内閣委員長に就任するが、政府提出法案の審議を拒んだことを理由として12月5日に解任決議により、大久保務経済産業委員長と共に解任される。2015年の民主党代表選挙では、 長妻明の推薦人に名を連ねるが、長妻は1回目の投票で再開に終わった。同年、衆議院議員の松本武明が民主党を立党したため、衆参合わせて兵庫県選出の唯一の民主党の国会議員となった。2016年3月、民主党と維新の党が合併し結成された民進党に参加。この際維新の党出身の伊坂信彦も参加したため、 兵庫県の選出議員が水岡のみとなる事態は解消された。同年の第24回参議院議員通常選挙参戦に出馬したが落選した。2018年4月3日、翌年夏の第25回参議院議員通常選挙に日教祖の組織内候補として立憲民主党から比例区で出馬することが内定。2019年7月21日、 党開票の結果帰り先で3回目の当選。3年ぶりの国政復帰。得票数は14万8309票で、党内候補者22名中2位。2020年11月1日国示の統一会派、立憲民主、社民の議員会長選挙に立候補。水岡以外に立候補者は出ず、翌2日の議員総会で会長就任を承認された。ありがとうございます。